実施した課題の付箋を先生に提出する方法を説明しますノートブック画面で課題の付箋を提出ボタンにドラッグドロップします課題管理画面が表示されるので提出する課題名を選択して 提出するを選択します。課題が提出されます。提出した課題の回答を変更したい場合は、 課題の付箋をノートブックにダウンロードして再編集できます。課題管理画面で変更したい課題の回答を選択します。課題の詳細画面が表示されるのでダウンロードを選択します。課題の付箋が ノートブックにダウンロードされるので、付箋を開いて内容を変更してください。付箋の変更が終わったら、再度課題を提出する操作を行ってください。